ではやり方を説明します。まず足です。足は足を上げて膝の裏がに足が来るように、これが大事です。ここですね。で手は必ず肘の下から、選手はうがつ貫くといううがつという字を使いますけど、中国ではこれを線と線でズボンを履くっていうのも 線という字を使います。要は貫くわけです。だから下から出る、選手は上から出るのに下から出るわけです。だから下から手を出す、下から手を出す、下から手を出す、下から手を、これが選手の基本であります。次に用法を説明します。相手がついてきた時に線で避けて、線で避けて打つ、これが用法です。相手が来た時に線線線。次に力の使い方を説明します。相手がついてきた時に線でまっすぐ力が入る、それで相手が崩れる、でまっすぐで崩れる、そこで崩れるところで指で突き飛ばす。相手が来た時に崩して崩すわけ、それで